ついに決戦の時が来た。フォーリナの戦力は8年前の10倍だ。人類が勝つ方法は一つしかない。マザーシップの撃墜だ。それができなければいずれ人類は圧倒され滅ぼされるだろう。この作戦に人類の未来がかかっている。マザーシップは防御スクリーンに守られており、空軍による攻撃は失敗した。やれるのは我々歩兵部隊しかいない。さあ、レッツゴー。あれほど巨大な船を地上から破壊するのは簡単ではない。だがやらねばならない。なぜなら我々が EDF だからだ。各員戦闘を開始せよ。幸運を祈る。宇宙人と同居は無理だ。マザーシップが落ちるぞ。